イチローを殴ろうとした選手がいる。2008年9月25日、衝撃的なニュースがシアトルタイムズより伝えられました。記事の内容は、チームメイトの一部がイチローを自分勝手と断罪し、イチローに対して暴行を加えようという動きにまで発展したという内容でした。あるチームメイトは、ぶっ飛ばしてやると息巻いたほどで、この前代未聞の襲撃計画を知った当時のマリナーズの監督マクラーレン氏がミーティングを招集して不穏な空気を封印し未遂に終わらせたというものでした。この記事は全米に広がり波紋を呼び、記事の事実関係を求める声が続出しました。2022年にマリナーズの球団殿堂入りを果たしたレジェンドがなぜチームメイトから毛嫌いされていたのでしょうか。その要因に迫ります。チームの輪を乱す選手。メジャー挑戦1年目のイチローには、日本でどんな実績があってもメジャーをなめんじゃねえぞ、どれだけのもんだお前がという雰囲気をものすごく感じたと自身が語っているように、吐き気まで覚えた重圧がありました。27歳のイチローは重圧を跳ね返すために尖り続けました。取材を受ける際にはシャワー後にタオルを1枚巻いただけの姿で現れ、背を向けたまま、はいどうぞと取材陣に質問させ、扇子をパタパタとしながら適当に受け答えし、気に入らない質問には次どうぞと無視を決め込みました。イチローには、自分はグラウンドでのプレーに命を懸けて臨んでいるから、メディアの人たちにもそのくらい覚悟して勉強してほしいという明確な意思がありましたが、当時のイチローの取材を受ける態度はあまりに尖っていました。しかし日本の取材陣としては、イチローから相手にされなくなってしまうのは大問題なので、取材できなくなることを恐れ、周囲はイチローの態度を受け入れるようになっていきました。このようなイチローの態度はマリナーズのチームメイトからも評判が悪く、次第にイチローはチームの中で浮いた存在になっていくのでした。イチローが MLB 史上2度目となる MVP と新人王の同時受賞を果たした2001年にマリナーズは地区優勝を果たしましたが、それ以降はなかなか勝てない暗黒時代に突入していきます。イチローはチームに対して公然と不満を口にすることもあり、それを疎ましく思うチームメイトもいました。またイチローが一番打者として後続に球種を見せるために相手投手に球数を投げさせたり、四球での出塁を目指したりすることよりも安打数を優先し、初球からヒットを狙いに行く姿勢もチームプレーの意識がないといった批判の声もありました。日本では野村克也氏が、はっきり言って私はイチローのファンにはなれない、好きなタイプの選手ではない、ちょっとした態度や仕草も俺は他の人とは違うと人を見下しているように見えるとイチローを評していました。対してヤンキースの松井秀喜氏がチームプレーに徹してチームのワールドシリーズ優勝の原動力になったのに対し、イチローが個人成績は素晴らしいがマリナーズを強くしていないことについてたびたび言及してきました。2009年、イチローは胃潰瘍で開幕から8試合を欠場しました。その時にマリナーズの勝ちが続くと、今年はムードがいいねと暗にイチローがいないから勝てていると言わんばかりのコメントをする選手もいたのでした。国民的スーパースターの孤独。イチローが師と仰ぐ王貞治氏は、イチロー君が日本で野球をしている頃から僕たちは敵同士だったけど、時々彼を見ていると辛くなったと語ったことがありました。1試合19奪三振のプロ野球タイ記録を持つ野田浩二氏は、オリックス時代のイチローについて、少年鈴木一郎がイチローへと変化していった、彼はその中で彼にしかわからない苦しみを抱えるようになっていたと思うと語っています。オリックス時代の鈴木一郎は球界の歴史を覆す成績を残し続けていく中で、オリックスというチームの枠を超えた国民的スーパースターイチローとなり、遠征時の移動手段は新幹線のチームメートとは別行動で飛行機移動。これにはオリックスのチームメートから苦言が出ましたが、当時の仰木彬監督は、イチローが他の選手と一緒に新幹線で移動するとファンの目にはイチローがどこにいるのかよくわからない、プロの選手は目立ってなんぼだからねと周囲の苦言を一蹴したのでした。毎年首位打者を当たり前のように獲得し、ほとんど神の領域に達したイチローは何をしても誰も驚かないような状況でした。この周囲を取り巻く特別感がもたらすマンネリ感も、イチローの MLB 挑戦の後押しになっていたのかもしれません。
王にとって忘れられないシーンがあります。1999年4月20日東京ドームでの日本ハム戦でした。0対10とオリックスが大きくリードされ、勝負が決していた9回表、イチローは完封目前の金村悟投手から右中間スタンドへホームランを叩き込み、静かにベースを回り、ベンチ前に戻ってくると無表情で祝福の花束を掲げました。その姿は孤高というより孤独感すら漂っていました。王はもはや日本球界にやり残したことは何もないという雰囲気が漂っていたと語りました。襲撃計画の真相。イチローの襲撃計画をスクープしたシアトルタイムズのジェフ・ベイカー記者は、情報も提供者も信頼できるとし、情報をくれたのはむしろイチロー寄りの人間だと述べています。記事が発表される前の2008年7月29日、イチローはテキサスで日米通算3000安打を達成しました。控えめにヘルメットを脱いで答えただけのイチローでしたが、シーズン101敗を喫することになるどん底のチームの選手の一部からは祝福をされませんでした。クローザーのジョセフ・ジェイソン・プッツ投手は、チームの輪を乱す選手がいると発言し、エイドリアン・ベルトレ選手は、あいつは俺たちと違い、自分の成績の数字のためだけにプレーしているんだと記者に冷ややかな発言をしました。この時のことをイチローは、負け続けているチームには足を引っ張ろうとする人がいるもの、それに引っ張られないようにしないといけない、結局それは結果を出していくしかない、そこの強い気持ちは持っている、うまくいかないからといって人も巻き込みたいという人がいるので、そこには負けないという気持ちは持っていると語っています。そして2年後の2010年9月18日、イチローは日米通算3500安打を達成します。しかし電光掲示板に記録が紹介され、ファンが立ち上がりスタンディングオベーションで祝福し、イチローがそれに対してヘルメットを取って応えるという本来の光景はスタジアムには存在せず、何もなかったように試合は続行されたのでした。スタジアムのファンもテレビ観戦をしていた日本のファンも事態を飲み込めず唖然としたでしょう。この演出なき演出をしたのはイチローでした。イチローは試合後に、2年前のことを勉強してますから、いろいろあったじゃないですか、そういうリスクを僕としては今回また負うわけにはいかない、そうやって勉強するのが人間ですからしょうがないよね、本当はそうしたくないけどと語りました。イチローの暴行未遂事件は追及してはいけないことのような扱いとなり、闇の中に放り込まれます。しかし騒動から1年が経った2009年、レイズのスカウトに転身していた元マリナーズ監督のマクラーレン氏は、イチローに対するジェラシーだよ、当時のマリナーズは子供のような選手ばかりだった、その歪んだ感情がイチローに向けられたんだよと証言しています。イチローの変化。ストイックに高い目標を掲げ邁進する野球選手としてのイチローの生き様、それをチームプレーの欠如と捉える周囲の選手との間には埋められない意識の差が存在していました。どんなに偉大な成績を達成しても、敬意を表されることはあっても決して慕われず、遠巻きに陰口を叩かれ、いつの間にかチーム内で孤立してしまったイチローは、2012年7月に自ら志願し、ヤンキースへトレード移籍します。イチローは移籍時の会見で、20代前半の選手が多いマリナーズの未来を考えれば、僕がいるべきではないと語りました。ヤンキースという新たな環境でイチローが目の当たりにしたのは、アレックス・ロドリゲス選手やデレク・ジーター選手など自身と同世代のスター選手たちの余裕にあふれた立ち居振る舞いでした。野村克也氏が、ヤンキースに入団してからイチローは変わったと語っているように、イチローは MLB の名手であるヤンキースという球団が持つプロ意識に感服します。ファンサービスやメディアへの対応もマリナーズとは大きく異なりました。とりわけ当時のキャプテンだったジーターは、国籍に関係なく若手選手みんなから慕われ、負けた試合後の取材でもどれだけ記者がいようが最後まで丁寧に答え、彼の周りにはいつも人があふれ、まさに人望の塊のような人物でした。イチローはジーターのプロとしての姿勢に触れ、マリナーズ時代の自分に何が足りなかったのかにも気がついたのかもしれません。事実イチローはヤンキース移籍以降、笑顔が増え、オーバーリアクションなので身振り手振りでジョークを交え周囲を和ませたり、会見でも真摯に対応するようになりました。2016年6月7日、マーリンズのイチローは MLB 史上30人目の3000本安打を達成しました。イチローは
グラウンド上で若いチームメイトたちと抱き合い、喜びを爆発させました。42歳のイチローは34歳で日米通算3000安打を達成した時よりも若返って見えるほどでした。もう孤高の存在でいる必要はない、思う存分喜んでいい、何かから解放されたような表情は、以前のひたすらヒットを積み重ねてきた孤高のイメージからプロデビュー当時の野球少年鈴木一郎に回帰しているような印象すらありました。一郎の快挙に王はアメリカでも認めざるを得ない本当の意味での金字塔、日本球界にとっても誇らしく素晴らしい記録、何より当の本人がすごく嬉しそうだった。僕もそれが嬉しい。一郎君、いや一郎さん、気の済むまで野球をやってくださいと最大限の賛辞を送りました。一郎は記者会見では目を真っ赤にしながら、嬉しかったらそれなりの感情、悔しかったら悔しい感情を少しだけ見せられるようになったと語りました。マーリンズを経て2018年に再びマリナーズにイチローは戻ってきました。イチローをよく知る記者からは、経験を重ねたはずなのに若返ったような印象があるという声が上がっていました。以前と違いイチローは若手選手に積極的に話しかけ、楽しそうに談笑する姿が増えました。イチローは信仰のある人間に、40歳を超えてからボールを追っかけていた少年時代に戻っている、野球が楽しくて仕方がないと笑顔で語っていました。最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の動画をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。